ズハンターマンアリアカターパモモタマナターマンアリアカターパエルはシクンシカに属する樹木太平洋諸島などに広く分布する葉が大きく枝ぶりが美しいので植栽されることが多いシクンシカに所属する植物は熱帯を中心に種数が多いが日本に産するものは3種ほどしかない本種はそのうちの一つである 太平洋諸島からインドに渡る熱帯域を中心に分布し、日本では琉球列島と小笠原に分布する。葉が大きくて、東乱型をしている。果実が水に浮いて分散する。大きな木になるが、枝が水平に伸び、また大きな葉を。そのためもあり、古くから村落の集会所や墓地などに植栽されてきた。現在でも街路樹や公園樹としてよく利用される。 また果実は食用にもなる。反落葉性の高木。大きいものでは高さ25メートル、幹の小道は1メートルにも達し、樹幹は平らに広がる。小枝は輪生するように出て、無毛、またはほぼ無毛。葉はその先端に束生する。葉は角質で、長さ20から25センチメートル、全体にほぼ無毛ながら、傭兵と中脈に多少の毛がある。 傭兵は短くて太く、溝があり、先端には密線がある場合がある。養心は東乱型で、円は滑らかで先端は丸く、基部は耳状、つまり傭兵につくところはくぼんで両側が丸く突き出す。落葉する前には、往々にして紅葉する。夏季は5から7月。水上過剰溶液に生じる。過剰は長さ6から8センチメートルで、先端の型には、 有性花を、基部の方には、姿勢下、あるいは両性花をつける。花は白くて、計5ミリメートル。額は金型で内側に、正常毛が密生し、額裂片ペ5個は早くに脱落する。花弁はない。果実は、熟すると、長さ3から6センチメートルになり、楕円型で、多少とも、扁平、両側に、竜骨状の突起があって、緑色か、その上に赤みを帯びる。 花火は繊維質で内側の内花火は硬く海水に浮くことができる。この木は枝が横に広がり上が平らな樹形になりやすい。これは上向きの枝があまり慎重せずその前にその下から側方に伸びる枝がより発達するためである。その側子が横に伸びてゆくために平らに広がった枝ぶりが作られる。このような茎の伸び方を天津型というが 本種はこの方の成長をするものの代表的なものである。桃玉名が標準和名であるが、別名は小馬亭氏である。ただし初島は小馬亭氏の方を標準名に採用している。この名は沖縄における方言名に由来するようで、沖縄県各地で小馬亭氏、あるいはクファディーサ、あるいはそれらに類する方言名が伝えられる。日本では沖縄島以南の琉球列島、 および、小笠原諸島に分布し、死も、術のようによく栽培されるが、自生のものは海岸にある。果実が水に浮くため、海水に浮かんで漂流し、潮流によって分散するものと考えられる。桃玉な属には世界に250種ほどが知られる。日本には、本種ともう一種、以下の種が知られる。水平に広がって出る枝先に、多バ生する大きな葉が広がり、 その下は気持ちの良い木陰となる。そのため日陰を作る街路樹として広く植栽される。沖縄では古来より村落の集会所や墓地によく栽培された。材質として偏材は炭鉱色で中心はより色濃くて安価色になる。材質は緻密で工作は比較的容易である。建材や家具材、造船材に使われる。 南洋ではカヌーを作るのに用いる。果実からは油が取れる。一を言って食べると落花生に似て美味である。これをカントリーアーモンドと呼ぶ。小笠原諸島では子供を中心に食べる文化がある。他に葉が染料に使われる。硫化に以下のような本種を読んだものがある。以下、記載は種として佐竹ほか P106 鉱山。 P126 から127ただし、彼も俗名は、桃玉名俗を採用している。アマノ、P106 サタケほか、P106 サタケほか、P106 ト P189 シロマ B41 アマノ、P106 サタケほか、P106 アマノ、P106 サタケほか、P106 アマノ、P106 シロマ B41。ありがとうございます。